こう言われることがあって、結局俺 FPS プレイヤーなのか格闘ゲームプレイヤーなのかみたいな、うん、なんか今結構多分世間の認識的に FPS プレイヤーの人が格ゲー触ってるっていう認識だと思うのよ、うん、だから俺の認識って FPS プレイヤーから格闘ゲーマーにもう変わって、もう俺は FPS プレイヤーじゃないの。はい、こんにちは、グリードです。今日は対談動画というわけで、同じラッシュゲーミングの五郎くんに来てもらいました。で、最近彼は、まあ、元 COD のプロ選手として活動してたんだけど、格ゲー、ストリートファイターの方に、移行したので、ちょっといろいろ聞いてみようかなと思います。はい、よろしくお願いします。じゃあ、いろいろもうどんどん聞いていきましょう。はい。ユーザーネーム五郎、出身は？出身は富山県でございます。富山県。年齢は？年齢は今24歳です。24歳。あ、まだ24歳まだ24です。確か若い。あ、もうちょい25だけど。ゲーム歴いきましょうか。ゲーム歴、じゃあ FPS 歴と格ゲー歴2ついきましょうか。なるほど、まあ、FPS は COD11 年かな。11年、長いだと思うかな。で、格闘ゲームは一応初めに触ったのが2020年の7月だから、うんうん、まあ歴で言うと、まあ、4年ぐらいあるんだけど、まあ実際のところほとんどやってないよね。そうそう、オフシーズンに時間見つけてやるぐらいだったから、まあ、ちゃんとやり始めたのは少し薄れてから。まあ2020年とかもうバリバリ COD の選手やってた。そうそう、ね、なんかシノビズムさんのコラボ企画で、はいはい、ベブラと対戦するっていうのがあって、はいはい、まあ、それで初めて触ったんだけど、まあ、そこからおもろいやんってなったんだけど、まあバリバリシーズン中やったから、そうだね、全然こう触れなくて、オフシーズンに本当に時間見つけてちょこちょこやってたって感じだね。じゃあこの次、初めての格ゲーも、じゃあその2020年の5かな、はい、まあ、一応厳密に言うとそのスマブラを友達の家でちょっと見てやるとかまあまあそれは誰も誰しも撮ってるから、ね、まあまあそういうのはあるかな、はい、一応。じゃあ使用キャラは？使用キャラは今メインはチュンリーでやってます。これはどう、珍しい？どうなの？まあそんなに数はいないかな。なんかマスター隊の使用率みたいな出てたけど、まあ、現時点で11位とかだったかな。11位、一応下から数えてもらえ、使用率ね。そう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 。なんでそのキャラを？まあ一応チュンリーって性能自体は最強って言われてるキャラクターなんだけど、うん、まあ、ただただ難しいっていう、まあ、それをなんか俺みたいな人間が使うのどうなんやって感じはあるんだけど、うん、なんか最初ジュリーっていうのを使ってて、結構簡単で強いみたいなキャラクターなんだけど、うん、まあ、ジュリーちょっとまあマスターまでやって、ちょっと他のキャラ触ってみようっていろいろ触った時に、やっぱチュンリーがかなり面白かったんだよね。まあ、難しいけどできることすごい多いし。じゃあ面白さを優先というか。まあそうだね、自分のこう熱量をどれだけ注げるかって言った時に、ね、俺多分このチュンリーをやった方が自分がこう入れ込んでゲームできるなって思ったから。なるほど。まあ後々の自分の強さも考えてチュンリーってキャラクター一応選んだかな。正直競技心やってる身からするとね、やっぱ一番はどれだけ熱量込めるかっていうところなんだよね。確かに使ってて面白くないなとか感じちゃった時点で、多分そんなにモチベーション、そう、保てないから、このキャラが一番おもろいだろうなって思ったのを選んだって感じだね。現在のランクは一応マスターで、まあ、MR っていうレートがあるんだけど、まあ、その MR は一応最高が1900、まあ、11901なんだけど、1900だっけが、やっとちょっとプロの練習相手になるかなぐらい。まあ、まあ、大体こう募集でこう対戦相手、うん、MR いくつ以上みたいなの募集してたりするんだけど、まあ、最低ラインを1700から1900ぐらいに設定する人が多いかな。だからまあ一応対戦してもいいかなぐらいのレベルではあるけど、まあそこで対戦にちゃんとなるかって言われると、まあ、まだまだって感じかな。はい、操作方法とかコントローラー使ってるもの、デバイス、はいはいはい、一応その操作タイプはクラシック、クラシックっていうのをやってて、まあやっぱりスト5をちょっとやってたっていうのがあって、まあ、スト5ってモダン操作ないから、まあ、その流れもあって、まあ、クラシックをやってるっていうのと、まあ、あとやっぱりこうクラシックってやっぱ面白いんだよね。面白い、クラシック面白い。コンボをやるっていうのが結構個人的に面白い部分だと思ってて、コマンドを入力するとか複雑な操作をやるっていう楽しさあると思うんだよね。それはやっぱり、でも初心者が一番ね、に避けるところじゃないですか。あ、まあ俺もスト5の時ってその最初、例えば対空の昇竜拳を出すって言った時に入力難しくて、ずっと相手にジャンプされてるだけで負けるみたいな、うん、最初は結構苦しいんだけど、まあ、ある程度のラインを超えてくると、そこがやっぱどん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 楽しくなってくるし、伸ばせる部分になってくるから、ほうほう、まあ、それは面白さかなっていうのは思うね。やっぱ入力が早ければ早いほど強かったり、正確だっ
ったら性格なほど強いっていうのはあるから、実際そこもやり込み要素の一個かな。あの変態エイジ見てるね、もうすでに。まあまあ一応うまくなりたいと思ってやってるからね。あ、じゃあコントローラー、デバイスは、まあ、そう、コントローラーはレバーレスコントローラーっていう、ほう、こう、まあ、よく想像するアケコンってこうレバーがあって、ボタン線にあるガチャ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 ってやつ、ね、やつなんだけど、このレバーの部分があのキーボードみたいな感じになってて、まあ、左右上下っていう風になってるコントローラーがあるんだよね。だそういうので一応プレイしてるから。それはなんでそれを選択したの？まあそれは最初はパッドでこうやってみたんだけど、ちょっとなんか違うなって思って、なんか違うな、まあ、なんか違うな、ほう、十字キーちょっとガードするのが難しかったりして、初心者はそのガードが難しいんだよね。でその後にそのクルタミさん、もうみんな多分知ってるよ、クルタミさん。まあ、まあ元ね、マネージャーで、まあ、元々ラッシュのマネージャーだったクルタミさんが、まあ、レバーのアーケードコントローラー持ってて、それ触ったんだけど、まあ使いにくくて、うん、じゃあ俺もキーボードでやるわっつって、キーボードでやったら、あ、それキーボードね、めっちゃやりやすかったのよ。でそのキーボードをコントローラーにしたようなものがレバーレスコントローラーだから、え、じゃあこれキーボードでやってるし、ちょっとレバーレス買ってみようかなって言って買ったのが始まりで、もうそっからはずっとレバーレスかな。普段の練習方法、練習時間、まあ、練習方法は基本的にはその、まあ、ランクマッチ行って、うん、であとトレーニングモードで、そのランクマッチでこう分かんなかったなとか、この技どうやって対応したらいいんやとか、うん、まあ、気になるところを調べて練習するとか、まあ、あとトレーニングモードでシンプルにこう自分が攻めた時にどういう攻め方をするっていう、その攻めの手段を増やすとか、守りの手段を増やすような、まあ、シンプルなこう反復練習とか、うん、まあ、あとはリプレイ見て、あ、こういう動きあるんやなとか、こういう時こうしたらよかったなみたいな、まあ、自分のリプレイ見ることもあるし、あとは他の人のリプレイ、まあ、上手い人のリプレイとか全部見れるようになってるから、まあ、その同じキャラクター使ってる上手い人のリプレイ見たりっていう感じで、うん、まあ、こう研究的なこともしてるって感じです。で、ね、うん、まあ、練習時間は、まあ、結構やってて、まあ、この前1日だいたい12時間、12時間、なんかこの前そ、はい、あの Steam でさ、直近2週間のプレイ時間みたいなの見たら、いいね、それ170時間って書いてあって、170時間、だから1日計算で12時間、まあ、してる、まあ、やってるね。まあ、今の格上プロたちがどれぐらいやってるか、まあ、もっとやってると思う、まあ、でもね、まあ、2時間は普通からしたらだいぶやってるね。まあ、ベッドにいる時もちょっと配信とか見たりして、ちょっとなるべく知識をつけようとか、考え方ちょっと改めようとか思ってやってるから、本当にもう今まで COD やってたところが格闘ゲームに変わったぐらいの感じで、ね、はい、まあ、あれか、なんか普段の配信、コンボ練習配信みたいなのもしてるよね、ずっと。ああ、ちょっと雑談しながらずっと同じ練習して、同じコンボ練習、はい、いや、もう ああいうの見てるとやっぱ普通じゃないなって思うよね。やっぱりね、でもその反復練習ずっとこう、まあ、上手い人との圧倒的な差みたいなところでもあるんだけど、うん、こうコマンドのテクニックがまず足りないよね、圧倒的に。テクニックっていうのはその連動だったり、それか単純にバリエーションの問題？まあ連動だね、連動、精度と速さ、精度かがやっぱ足りなくて、例えばコンボをミスっちゃって落としちゃって、逆にコンボミスすると相手にもめちゃくちゃ痛いダメージ入れられるとかあるから、まあ、そういう感じでコンボミスして負ける試合もたくさんあるし、あとはこうちょっとコアな話なんだけど、うん、弾抜けっていうのがあって、うん、相手の波動拳とかを見てからこう抜けて攻撃するみたいな技をチュンリー持ってるんだけど、うん、まあ、そういった技を使うときにコマンド入力の精度と速さが重要になってくるんだけど、まあ、それの精度が上がれば上がるほど勝率ってもちろん上がるから、まあ、それができればできることも増えるってことで、うん、ただそのやっぱ入力精度と速さっていうのは、まあ、まだこう筋力的にというか、格ゲー力の筋力部分が足りてないなって感じるから、まあ、そこはやっぱ格ゲーの人ね、もう二十何年とかやってる人いるから、うん、もうそこはやっぱりもう重ねるというか時間かけるしかない。そうだね、そこはもうすごく感じてるから、結構もう数やってもう意識してこう伸ばしていかなきゃなっていう風なのはずっと思ってる、まあ、純粋にもう FPS でいうエイム力だよね、そこは、うん、確かに、うん、こうエイムが悪い人ではないんだけど、いい人じゃないから今だから、エイムがいい人になるべくこうコンボ練習とか入力の練習っていうのは毎日欠かさずやってるかな。はい、
あれだよな、まあ、FPS だとさ、エイムってエイムだけじゃん、エイムに関しては1個だけじゃん。格ゲーの場合、例えばコンボでも何種類もあるから、そうだね、その FPS でいうエイムの部分を1個ずつやっていかないといけないってことだよね。まあそうだね。やばいな、それは。まあコンボに、まあ、コンボにもよるけどね、やっぱり難しいコンボ、簡単なコンボってあるから。根本的な質問、なぜ格ゲーを、なぜ格ゲーに行こうと思ったか。そうね、まあやっぱりこう、まあ、ちょっとネガティブ寄りな理由とポジティブ寄りな理由があるんだけど、まあ、ネガティブな方を話すと、はい、COD、まあ、オフライン大会なくなってからこうオンラインだけになり、オンラインの国内もなくなり、で残った APAC がこうチートで溢れちゃった、うん、でもう競技続けられないなっていうところで、まあ、まず1個、まあ、COD 自体は好きだけどちょっと競技として続けていくのは厳しいなっていうのがまず1個の理由というか、まあ、APAC 競技シーンはだいぶね、うん。で、まあ、もう一個ポジティブ寄りの理由としては、まあ、やっぱりこうスト5から結構やっぱハマってて、まあ、競技シーンとか見てた、うん、で、まあ、オフシーズンにも触ってて面白いなっていうのもあったし、でこのネガティブな理由のタイミングでこうスト6が発売するってなった時に、じゃあ今後 COD で配信者やっていくのか、もしくは新しい、ね、格ゲーの選手として挑戦していくのかってなった時に、うん、まあ、やっぱまず挑戦してたいっていうのがあるから、まあ、もちろん配信者として挑戦していくこともたくさんあるとは思うんだけど、まあ、自分はやっぱ競技に挑戦したいっていう思いはすごくある、うん、っていうのと、まあ、格ゲーってこう俺が好きなゲームにすごいなんかこうマッチしてて、うん、こう前さ、実力不足をゲームのせいにしてませんかって炎上したじゃん。あ、昔ね。そう、まあ、モダンオフェアが難しすぎて、みんな結構クソゲーだみたいなってて、いやいやそれ、まあ、ゲーム難しいだけで、なんか悪いゲームじゃない、うん、だから難しいゲームだからできることいっぱいあって自分を成長させていくのを楽しむっていうやり方もあるんだよっていうのを話した動画なんだけど、うん、まあ、俺ってやっぱゲームの面白さってその自分を成長させることっていうのにあると思ってるから、そうだね、で格ゲーってそれがもうめちゃくちゃ簡単にできる。そうだね、分かりやすいし、まあ、自分一人だからね、そうそう、負ける理由は自分だしね、そう、全責任自分だし、すごく分かりやすく成長反映できて、まあ、例えばコンボ練習もそうだし、うん、技の対策とかも。確かに格ゲーって言い訳できないよね、本当に。そうね、ね、FPS だったらさ、なんかマップとか武器とかさ、うん、なんか味方がみたいな、かその誰かのせいに、ね、うん、しようと思えばしてしできるけど、まあ、実際はまあ自分のせいなんだけどね、大体ね、まあ、それはあれだ。まあでもさ、格ゲーの場合も言い逃れができないってことだよね、もう本当に。そうだね、まあ、本当になんか俺が好きなゲームっていう要素をもう全部持ってるのが格ゲーだったんだよね、うん、だから、まあ、そういう面白い格ゲーっていうゲームで、まあ、選手として挑戦できる、もうすごく、まあ、ぴったりの機会だなっていうふうに思って、まあ、結構悩んだんだけど、うん、まあ、ちょっと選手として一旦頑張ってみようかなっていうところで格ゲーにこうするっていう判断をしたって感じかな。まあ、今までは COD が好きだったじゃん、まあ、競技やるぐらいだから相当好きだったと思うんだけど、まあ、それはそうだ。で急にこう、うん、別のゲームでもどう、それと同じぐらいの熱量でやれてる。あ、それはね、間違いなくやれてると思う。それね、多分相当すごいことだと思うんだよな。いや、てかなんか、なんだろう、それぐらいハマるゲームに出会えた。そうだ、それすごい。いや、でもすごいよ、それは。なんか、なかなか。そう、うん、俺は結構ゲームの好き嫌いちょっと激しいタイプ、うん、で FPS が好きなんじゃなくて COD が好きな人間だから、うん、他の FPS に移行しようとは全く思わなかったのよ。いろいろやったことはあるんだけど、全然移行したいなって思うほどこう好きにはなれなかった。で、まあ、このストリートファイターはもうめちゃくちゃ好きになれたね、やっぱり。それも才能だと思うけどね。まあこれは本当なんだろう、自分っていう人間に合ってたかな、うん、多分これがこう他の格闘ゲームに移行って多分ならない、今後ならないと思う。次は、どんなことにじゃあ苦労した、そのまず最初にこう移行してみて、うん、まあ、大変だったなところ。いや、でも絶賛困ってるところなんだけど、うん、まあやっぱりこう、やっぱり圧倒的な差があるってところはやっぱりこう苦労するところかなと思ってて、うん、まあ、さっきも言ったけど根本的なフィジカルが違うとか、うん、あとはシンプルにやってるだけじゃ気づけないところとかやっぱあって、うん、FPS とかだったら、例えば COD だったらある程度やっぱ知識があるから、どこが悪いなとか結構すぐ分かる、うん、し、ね、ここから直していった方がいいなみたいなのが結構見えてくるんだけど、まあ今そもそもどこが悪いっていうのは、まあ、もちろん見える部分はあるんだけど、最優先して直すべき場所がどこか分からないとかは結構あって、うん、まあ、例えばなんかテストに例えると点数配分高いところから勉強するべきじゃん絶対、うん、
だからそこを勉強して点数取りに行くっていう風にやりたくて、コーチですかね。まあそれもコーチが必要だね。そしたらまあ上手い人にちょっとお話聞いたりとかっていう機会をね、なるべくもらう。最短で行くには最短で行くにはやっぱコーチかな。じゃあそんな今苦労してる格ゲーだけど、その FPS の経験っていうのはどう、生きるもの？まあ FPS の経験が生きるというか、こう FPS ではできないことができるっていうのがすごいなんか格ゲーやって感じるかな。それは、まあ、今まで4人だったじゃん、チームで、チーム戦で4人だったけど、それが1人になって、まあそれもあるんだけど、こう FPS と違って反復練習がやっぱできるから。ああ確かにね、そうかそうか、そうそう、はい、そこがなんかかなりの違いで、こう FPS でこんな練習したいなって思ってた練習ができちゃう。ああ確かに、っていうのはすごいなんか格ゲーの、まあこれもいいとこなんだけど、うん、FPS の場合そうだよね、あのね 4-4 でね、他のプレイヤーもいろいろいてごちゃ混ぜで、そうそう、この練習したいなって、このシチュエーションをその8人で、ま、何回も作れるわけがないから。そうそう、ってことか。そうだ、やりたい時にそのシチュエーション来ないじゃんやっぱり。そうね、で動画で見返すぐらいだもんね。そうそう、反省したはいいけど、来たの次来たの1ヶ月後とか全然あるじゃん。あるね。そうそう、でその頃にはもう忘れちゃってるとかがあるから、なんかそういったなんか FPS でこんな練習できたらいいなって思ってたのができるっていうのは、これこうすごい格ゲーやった感じだね。確かに、まあ、これなんか FPS やってるからそう感じるのかもしれない。まあそうね、そのありがたみを気づけるというか、うん、はいはい、うん、じゃあ逆にその、まあ、4人から1人になって、うん、ぶっちゃけ楽だったりする？あーどうやろう。なんかまあもともとはやっぱりこのチーム戦は集まりみたいな感じなんだけど、うん、なんか結構こう自分チームリーダーとして動くようになってから、まあ、チームを一つの塊としてなんか見ること結構多くなってたから、うん、なんかあんまり感覚としてはなんか最近は変わんないかもなっていうのは思ったかな。まあ、ただそのやっぱりこう自分の予定を自分で決めるっていうのはいいよね。シンプルにね。まあ確かに、まあ、4人集まんないと練習できない。そうね、チーム戦は本当ね、9時に集まってこの人何時まででみたいな、うん、なんかそういうのがないから、もうだから朝からでも好きなように練習して、朝そうだね、対戦相手1人いれば練習できる。確かにね。だから最悪まあコンボ練習だったら1人でもいい、ね、なんならそう1人でもできる。そうかそうか、確かに、そうそう、だからまあそこはもうチーム競技と個人競技の圧倒的な差かなっていうのは感じる。じゃあなんか FPS の時よりやっぱり練習時間も増やしやすいし、成長スピードも若干速く感じるか、うん、やっぱ実践的な練習時間を増やせるっていうのはすごいなんか FPS の時よりもありがたいなっていうふうに思うね。まあ今大会は結構、まあ、出てる、結構出てる、もう出れる大会全部出るぐらいの勢いで、まあ、公式何回ぐらい出た？何回出たんだろうな、10いかないぐらいは出てると思うかな。なんか孤独感みたいなのあったりするんですか？ああ別にそんなことはないかな。まあちょっと知り合いと一緒に練習をしてることもあったりするから、うん、まあ実際俺一人で黙々とゲームするの好きなタイプだから、そうだね、多分そうだと思う。向いてるんだ多分、確かに、うん、だからね一人でも全然ね大丈夫なタイプ。じゃあ今対戦してみたい人とかいる？プロで対戦してみたい人、人、いやプロ、じゃあも対戦してみたい人か、そのあこう目標の人みたいなのいたりする？あ目標の人、まあ、やっぱ同じチュンリー使いの513、まあ、CEG の513と、まあ、魚群っていうチームのモケさんっていう方は、まあ、すごいやっぱり参考にしてみてるし、まあ、特に513のプレースタイル好きで、うん、まあ、よく見てたりするかな。それ自分のプレーとの差は何だと思う？いやなんかね、これだっていうのがなくて、こうもう全部みたいな感じになっちゃうんだけど、それはまずコンボの連動でしょ、精度でしょ、まず入力の精度だったり、まあ、こう攻めの柔軟さとか、あとは守りと攻めの緩急とか、あとはこうそのシチュエーションで見る場所っていうのが、うん、こうしっかり分かってるっていうのが本当上手い人ともう圧倒的な違いだなって感じて、まあ、その思考回路の、まあ、選択肢の幅だよね。それはどう、やっぱり経験を積んでいけば増やせていけそうなもの？いや多分そうだと思うんだけど、純粋にこうじゃんけんになってる瞬間っていうのは、うん、俺もある程度は分かってるんだけど、あなるほど、じゃんけんになってない瞬間でもどこを見るかみたいなこう意識配分の読み合いみたいなのをやってて、あそれってもう自分語呂が見て判断結構できる、あこれ
うんじゃない、じゃんけんじゃないなっていう、これ意識してやってるなっていうのが分かるんですよ。そうそうそう、そのなんか郷地さんってすごい反応が早い選手ではあるんだけど、それにしても反応しすぎなぐらい反応しちゃう人なんだよね。で、多分そこって純粋な反応速度だけじゃなくて、このタイミング相手がこれしたいなっていうのがやっぱ分かってるんだと思うんだよね、だその瞬間にこれしたいだろうからこれを見ようって思って見てるからできるみたいな分析は一応できてる。まあ俺なりに考えて見てはいる。まあ本人がどう考えてるかは分からない。もしかしたら本当に超人的な反応速度で全部止めちゃって全部球抜けちゃってるかもしれないけど、いやでもさすがに多分やっぱ上手い人の反応速度はその判断力とか状況による読みっていうのに支えられてるっていうのは間違いなくあると思うから。そうだね、まあ、そこは FPS も一緒だもんね、うん、そうそう、 FPS も俺ら別にさめちゃくちゃ反応早いわけじゃないけど、そうだね、敵が来た時の反応いいのって敵がいるの予測できてる。そうだね、多分それと多分全く一緒だと思うね。ただよ、ぶっちゃけ FPS って反射神経ですよねって言われるけど、ぶっちゃけ上に行け、上のレベルに行けば行くほど使わないもんね、ぶっちゃけ、うん、まあなんなら決め打ち してるもんね。反射に頼ってちゃ正直そんな勝率上がらないもん ね、 だってね。そうそう、まあなんならね、俺より反応速度速い若い子いっぱいいるわけだからね、うん、そういう話なんだよね。だから格ゲーも多分それは一緒、そうだよね、格ゲーも一緒かな、うん、現状のまあなんか自分の強みみたいなところはあります。現状の自分の強み、こうプレイにおける強みってこと。そうだ、じゃあ一回プレイにしておこう。いやでもプレイにおける強みはね、まあ、あんまりやっぱり、まあ、でもまあ正直その反応速度っていう話だと多分一般よりは速いと思うんで、うん、だからそこっていうのは一応俺の強みにはなるんかなっていうふうには思ってて、まあ、例えばそのチュンリーってキャラクターは対空がすごい難しいっていうふうに言われてるんだけど、うん、その対空に関しては、まあ、結構出る方だったりするから、うん、やっぱとっさにパッて走る、そうそうそうっていう感じかな。格ゲー界隈の中だともうめちゃくちゃ若いよね、一番若いまである24歳。まあ一応10代とかもいったりするけど、うん、まあ、24ってかなり若い方だね。どう、ベテラン、反射神経って皮どうなんだろう、衰えるのかな、衰えるのか、衰えはすると思うんですけど、正直そこまでの差は出ない。そうだよ、使まあさっきの話した通りそんなに反射神経に頼らなかったりもするだろうし、うん、まあ実際そのなんか俺の反射神経が生きてるなとは、うん、なんかプレイしててあんまり思う瞬間はない正直。ああそうだよ、ね、まあそのまあ見てる瞬間見てても反応できないとかが起きちゃったらやばいじゃん、うん、さっきも言ってたけど、まあ、見てれば反応できるっていうのがまあ今の俺かなって感じ。まあでもそのみんなそうなんかなって思うけどね正直。ぶっちゃけ僕なんか発神経ってそもそもそんな神経ないらしいけど。ああまあ、まあ、反応速度。反応速度。そうそうそう。まあ、反応速度だよね。そんなおじいちゃんみたいじゃなければって感じかな。だから結局ね、俺の強みっていうの、あ今のところプレイ的な強みってこれっていうのないか。やっぱまだ足りないじゃないですか。足りない全部。格ゲーだとねまだまだ若手だけど。はい、今後のじゃあ目標みたいなのありますか。いやーやっぱトップで戦えるようになりたいね。トップやっぱなんかその選手としてチャレンジする以上、まあ、上目指したい。まあそうね、うん、だから影はプロリーグが、まあ、一応 SFL っていう公式のプロリーグがある。それは日本で例えば上位何人、あ何人以上になればと、まあ、大体だと何チーム8人があって、日本の上位30人ぐらいに入れれば、まあそうだね、まあ、その SFL に出るっていうのが目標ではないんだけど、うん、別にその、まあ、シンプルにやっぱ、まあ、COT も一緒なんだけど上手くなりたい。まあそうね、なんか、まあ、それが全てなんだよね。この大会に勝ちたいからとかってそういうのじゃないもんね。なんかまあそうね、だからもう絶対に来年のエボ優勝してやるっていうわけじゃなくて、うん、こうなんか上手くなっていったらエボも優勝できるわけじゃん。まあそうね、まあ、究極的なことみたいな。まあそれの上手くなるのレベルってとんでもないんだよ、うん、そうそうっていう感じで、まあ、その上手くなるっていう大目標こうの中にこう、うん、各大会とか、まあ、例えばプロリーグに出たいとか、まあ、あとトーナメントでなんか壇上上がりたいとかそういうのが入ってくるんかなっていうふうに思うよね。こう上手い人が対戦相手をしたいなって思えるような選手になるっていうのはまず一個第一目標、そう大きな目標かなっていうふうに思ってるね、うん、どう、あとどれぐらいでいけそうですか。どれぐらい、いやわかんないよね。来年でもなんかこう俺が思うのは、うん、こう人間一気に伸びる瞬間ってあると思うよ。そうね、まあどんなきっかけかわかんないけど、きっかけはそうだね、どっかで
クンって伸びる何かが変わる瞬間ってあると思ってて、この中で FPS ですごい感じたんだけど、あ、それは、まあ、僕も経験したけど、どうなんだろう。でもさ、その理由って分かんなくない？いや、そこは才能な気はするけどね。才能か、まあ、あと人だよね、環境、人、環境、そうだ、環境かな。そうそう、なんか、まあ、だから例えばすごい周りが強い人だらけの場所に行くとか、うん、何か環境をガラッと変えた瞬間、そうね、自分を追い込んだ瞬間、まあそのそう、まあ、自分が変わるとか環境が変わるとか、まあいろいろ要因あると思うんだけど、まあその瞬間に多分一個もう大きくレベルアップすると思うから、まあ多分そういう瞬間がいつ来るか、うん、いつ自分でそういう瞬間を作れるかっていう感じかな。だから来年中にはもう、うん、戦えるようにはなりたいなっていうふうには思ってる。あ、でもそういう境地に達するのってなんだろうな、没入度じゃないけど、そのゲームに対しての熱量が最大値にいった時、まあ、本当にただ単にそのゲームを上手くなりたいっていうことに集中して、集中したその状態で練習を重ねていった時、まあ、意識はしない方がいいんだろうな。まあまあ、うん、俺もなんかよし一発でこう上手くなるぞとか思ってやってるわけじゃなくて、まあ結局地道な努力の積み重ねで、そうだね、まあその成果っていうのが一気に来るっていうだけの話だと思うから、それが分かってれば、まあ、うん、やっぱ大半の人は楽したいよ、楽したいよね、やっぱ大半の人は楽したくて、まあ、よく質問で来るともさ、どうやったら上手くなりますかとかさあるけど、結局はそんな一発逆転みたいなもんはなくて、あ、そうだね、自分の熱量をねそのゲームに注ぎ込んで、それの結局積み重ねっていうことだと思うから、そんなピッて上手くなったらね、みんなプロになっちゃうからね。まあそれが理解できてるなら大丈夫じゃないですかね。まあこれでも COD めちゃくちゃやってきましたからそうだね、まあそこは一つのゲームをやっぱり長年極めた身としては、他のゲームでも一緒かな、そこはね。その環境を変えようと思った時に、こう周りの人変えたいってなったら、もう自分のコミュニケーション能力を発揮するしかないじゃん、うん、だからコミュニケーション能力が高いって、もうそもそもそれ自体が才能であり実力であるっていうふうに思ってて、もう俺は全然そういうタイプじゃないんだけど、まあ、ここはちょっと頑張ってコミュニケーション能力を出して、まあ、いろんな人に関わっていかなきゃなっていうのはもう常々感じてる。この間ね、あのフードさんとやってて、うんうん、ちょっと前にちょっとお邪魔させていただいて、ちょっと終盤だけど聞いとくか、どうでした、フードさんとやってみて。いやー、なんかなんだろうね、戦ったことない感覚だったね。あ、そういわゆるランクマッチではもう到底見たことない。そうそう、まあ、もちろんなんか上手い人とも当たったことはランクであるんだけど、なんかこう試合全体のプランニングっていうのがすごい上手くて、なるほど、なんかあ、こんな感じで攻められるんやみたいな新感覚だったね、その時は。その一歩先じゃなくて、もう2、3、4歩先のことを考えてってことかな。そうね、だから、まあ、さっき言ってたけど、こうなんかコマンドのテクニックがうんぬんとかじゃなくて、うん、大きなこう全体的な戦略の部分でもう圧倒されちゃった感じだったかな。それはフードさんはどうやっぱ考えてるのかな。いや、うん、絶対そうなんだけど、いや、うまいなみたいな。その、まあ、OD ゲージっていうゲージがあるんだけど、うん、まあ、それのこう管理の仕方がうますぎて、まあ、こっちの OD ゲージ一生削られて、向こう OD ゲージパン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 というか、まあ、いっぱい使えてる、まあ、使って回復して使って回復して相手は繰り返せてるんだけど、こっちは OD ゲージなくなってるから使えない、相手だけ一生ゲージ使って強い行動ずっとできてるみたいな状況作られちゃってて、あ、これ本当すごいなみたいな、こう頭では分かってるんだけど、こうそれをこっち側ができない状況をこうゲームメイクで作られちゃって、もう何もできないみたいな。ちなみにそのフードさんの家に行った次の日が日本の大会の中予選で、うん、その大会フードさん優勝してた。お、今一番強い。そっから2連覇して日本予選通って、その後だから3連覇か、3連覇して世界大会決めてるね。でもすごい人とやったね、すごいタイミングで。てか大会前日に俺とやってもらったの、なんか、うん、いいんかなってちょっと思ってた。アピールポイント、アピールポイント、あ、ポイント、なんか動画も上げてるもんね、めちゃくちゃ。あ、まあ、最近ちょっとプレイの方に集中してて、うん、サボってるんだけど、まあ、YouTube の方でね、こう初心者講座とか、うん、あとは、まあ、キャラの簡単な使い方解説とか、まあ、そういった結構こう初心者中級者向けの動画を上げてるんで、まあ、よかったら
YouTube の方見に来てください。あと最近 Twitch の方でね、配信も結構高頻度でやってるんで、まあ、大会配信だったり、まあ、練習の配信、雑談配信などなど見に来ていただけると嬉しいなと思います。そうだ、俺もちょっとこれ言いたかったんですよ。結構こう言われることがあって、結局俺 FPS プレイヤーなのか格闘ゲームプレイヤーなのかみたいな、うん、なんか今結構多分世間の認識的に FPS プレイヤーの人が格ゲー触ってるっていう認識だと思うのよ、うん、だから俺の認識って FPS プレイヤーから格闘ゲーマーにもう変わってもう俺は FPS プレイヤーじゃないのよ、うん、だからここ結構なんかこう認識の違いあるのかなって思ってて、まあそのいわゆる COD の頃から見てる人がからしたらやっぱりまだ FPS のイメージっていうのはどうしても強いかなと思うけど、そこは今後じゃないですか、まあ、改めてもう格闘ゲーマーなんで、うん、今後の活躍によってを塗り替えていくじゃないですかね。もう格闘ゲーマーへの道をちょっと今歩んでる、うん、頑張って始まったばっかだから、そうね、期待しますよ、頑張ってきます。ね、もう格ゲー長いからね、もうこれから10年20年とかやるかもしれないし、まあ確かにね、うん、まあ、いつかすごい選手になることを、応援してますんで、はい、頑張ってください。頑張っていきます。じゃあ、ゴロのチャンネル等は概要欄にありますので、よろしくお願いします。みんなもSOSIXプレイしてみてね。